で、大久保です。自分の出会った中に監督、まあ、選手では4名いらっしゃいます。廣岡監督、森監督、藤田監督、長嶋監督っていう中で、まあ、本当にこう試合に出るチャンスをくれた、まずはもう藤田監督、もう廣岡監督、森監督に育てていただいた、でも一軍で出させてもらったっていうのはもう藤田監督だなっていうのがあるんですけど、まず藤田監督との出会いをね、語らなくてはいけないって、語らせていただきたいっていう方で、怒ったらすっごいいるんですけど、普段はもう最初に僕トレードになりました。でちょうどジャイアンツがもうその頃全然勝ててなかった時だったんで、で本当は記者会見だってやるって言われたの、その当時球団に国松さんって、ナボナの今継いでる方球団にいらっしゃって、栗松さんがそういう連絡係、編成だったんでしょうね。でも会見やるから、その日スブル背広で球団来るように来てな、分かりましたっつったけど、実はその日がもう一軍で熊本にボーンって行くっていう日に変わっちゃって、藤田監督がもうすぐ連れてくってなったみたいで、まあ、その前に練習に参加するっていう、読売ランドに来てっていう、今のすごい室内じゃなくて同じ場所なんだけど違うところにこう室内があって、そこに行く時ライオンズのジャージしか気を持ってなくて、これライオンズのジャージでまずいんじゃないかなと思って、あの当時水野使ってて、水野のやつに聞いたら、頼んだら赤いジャージくれたと、広島じゃねえかってサイズも合ってねえしみたいなそのジャージ着て、まあ、ユニオンもできてなかったんでジャイアンツも、でそれで参加したっていう時に初めて藤田監督とお会いして、おーデーブかーって、もういきなりデーブって言ってくれて、頼むぞーって期待してるぞーっていう、ありがとうございますって、でしたらみんなの前でそうって言ったら、パッとこう俺もあよろしくお願いしますって言おうとしたら、吉田監督が肩抱いてくれて、デブってうちはな太ってるやついっぱいいるから全然気にしなくていいんだぞ、原田吉村もなって、こうお茶目に言ってくれて、原さん全然太ってないのに、藤田監督が見ればちょっとポチャポチャ系だったのかあの立つもな、吉村も太ってるから大丈夫だぞっていうようなこと言ってくれて、太ってるの気にしないために、あそういうこと言ってくれたんだって思って、でバッティング練習しました。まあ守備はファースト入りましたとか、まあある程度一通りの練習入りました。様子見たんでしょうね球団も、まあ、その頃ファームで僕絶好調だったんで、バッティング練習だからカンパカンパ、それはもう2軍でねコーチが投げるような球打ってんだから、プロのバッティングピッチャーが投げてくれる、ジャイアンツがエリソル打ってる BP の人らなんかもう最高の球投げてくれるから、もう C しか当たんねえみたいな、ストライクしかねえよみたいな、でもカンカン打って結構みんなわーってこう声が聞こえるぐらいだったんで、ただ一軍に行ってポンってこう試合でダメならもうそのままクビになるのが戸様の選手だと思ってたから、甘えんな甘えんなとか思いながら行って、まあ練習も参加で会見だって言われてた日にもう移動だって言うから熊本行きました。だからまあその日は牧羊のもう一回グラウンドでバントシフトの練習を入れると、室内じゃなくて、ユニオンも届いてたんですよ移動日ね、まあ、移動日も本当にその後またね今後もそういう皆さんにエピソードを入れていくけど、まあ、藤田監督に特化して言わせてもらうと、まあ、そのユニフォームが届きました。前日堀22大久保っていう番号があったやつを、ね、着て寝ましたからね。巨人の憧れのユニフォームだって、本当に着ちゃってジャイアンツなんて本当かよみたいな。でまあ練習、移動練習の時に練習やって、まあ、バントシフトキャッチャーのファースト入ってバッティング練習して、アメリカンノックっていう5往復、まあ、10本ですよね。これってライオンズでいうとアップにもならないぐらいの量で 5往復なんて、まあ、それをちょっと覚えておいてもらって、でまあホテル帰りました。そしたらまあ、みんな食事へ出てくるっていう3355出てくるんですけど、最初に宮本さんが、今ピッチングコーチの宮本さんが、おいデブってお前今日なんか用事あんのとか、ないですって、飯行かないって言うから、えこれ踏み絵かと思って、これで俺はお願いしますって言ったら調子乗ってんじゃねえよこいつって思われちゃうんじゃねえかと思って、いや今日ちょっとサインとかも勉強しなきゃいけないんで、今日すみませんまたお願いしますって、あいいよいいよまたいつでも行こうなって、ありがとうございますって、これはいい人ぶってんだみんな、なおかしいぞこんないい先輩いねえぞって。ライオンズってもう口、一軍行った時は口も聞いてくんないから、もう一軍で出て活躍して初めて口聞いてくれるっていうぐらい厳しい先輩だったんで、みんなで次に会ったのは吉村さん で情報で吉村さん岡崎さん怖いって聞いてたんで、その松原さんっていう今原さんについてる方がジャイアンツのピッチャー、左ピッチャーやってて、ファームでも相当勝ったピッチャーなんだけど、西武にトレードになってたんで、その人がいろんな情報聞いてて、吉村さんと岡崎さん怖いかなって言われてて、その吉村さんで、おいデブ、今日なんかあんのか用事、いやなんもないです、お飯行こうよって、いやいやいやこれ怖い人が言うんだ、これ絶対踏み絵だと思って、ちょっと勘弁してくださいって、すいません本当なんかサインとかあったりいろいろあって、すいません本当またお願いしますって、おお本当すいませんっていいんだよ、なんか気にすんな気にすんなって、また行こうなって、ありがとうございます言って、
でじゃあもうそのホテルで球団が用意してくれる食事を食べればいいわけだから、まあ、ライオンズの時あったパターンはライオンズも絶対食わなきゃ、ライオンズは絶対食わなきゃいけないって、若手は特に若手は球団の用意した飯を食ってから出かけなきゃいけないって、食わってから出かけなきゃいけないのに食ってるとお前また食っとんかって言われることだったんで、嫌味しか監督コーチから言われてもらったことがないんで、絶対もうコーチ陣とだけは避けようと思って、で6時から8時半とか9時ぐらいまでね、その予定表に書いてあったんで食事の時間が、8時半に行ったら誰もいねえだろうと思って、8時半ぐらいになってそれまだグーグーグーあれ言ってんだけど、行ったら藤田監督以下全員首脳陣がまだ食事してて、やっちゃった早く帰ろうお疲れ様ですって、バーって真逆の席行って、俺が1個覚えてるのホイコーローだけ覚えてて、ホイコーローとあと2品なんか3品だけ取ってご飯パッてよそってバーって早く食べようと思ってバーって言い出したら人影を感じて、来た来た来た誰か来た来た誰か来た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 、ポン監督、藤田監督来て、あどうしたデーブって、こんだけじゃ足りないだろうおかず、シェフにステーキコーナーもあったんで、ステーキコーナーシェフデーブにステーキ3枚やってきてやってくれって、絶対これも踏み絵だと思って、このステーキ食ったらこれ毒まんじゅうみたいなもんじゃねえかって、これ食ったら自分に甘いやつだと思われると思って、いやいや監督僕本当にいらないですお肉食べないで、いいんだよ言っただろうって、辰も吉村もデブだったろうみたいな、どんどん食べなって、今日お前はなアメリカンノック本当に頑張ってたんだっていうわけですよ、アメリカンノックだって5億でしょって俺思ってて、あんだけ全力でやったんだからデブどんどん食えって、俺はこのことお前が食ってるお前が見たいっていう言ってくれて、俺ステーキも号泣しながら3枚食って、この人のために死んでやるみたいな、打席行って頭でも逃げねえぞみたいな気持ちで試合に臨ませてくれたっていうのがあって、それでその次の日、まあ当然スタメン、もしかしたらスタメンかなと思いながらいたけどスタメンじゃなく、でまだ結局村瀬さんのとこ代打行ったんだけど、まだ村瀬さんも2打席ぐらいしか立ってなかったかな、で僕がポーン行って初球かなったらパーン西村からビューン本当に紙一重のショートぐらい打ってビューンってショートで、でもあもうアウトアウトだから結果論でしか言われなかったライオンズ時代っていう自分のイメージがあったんで、終わったと思ってベンチ帰ってきたら原さんがちょうど肘がなんか痛めてて試合出てなくて、でそれとデーブってお前すあれ紙一重だなって、もうちょっと前で言ったらお前場外ってお前すごいなって、初球からよく行けたなみたいなこと言ってくれて、その言葉に感化されたのか、キャッチャー道具とか1個しか持ってってない、もうファーストだと思ってたからとりあえず予備に持っていくかと思ったら、あの時誰だっけな、ヘッドがね誰だか忘れたけど今ポッと忘れた、まあまあデーブ守るぞって言われたからファーストミット持ってキャッチボールしようと思って、キャッチャーだって道具も何も持ってないです、キャッチャー道具。そしたら藤田さんって、阪急からオリックスから来た、阪急からかな、まだ当時来た、まあ、がたいの一種だったんで、あの藤田さん、俺の貸したいのか使えって言ってくれて、で熊本の藤崎大球場って、もうすっごい上にロッカーがあって、そこまでミットダッシュで取り行って、ブブブブって つけて、守り行って、その時斎藤正樹さんがピッチャーで、まあ、そのエピソードも後から言うけれども、まあ、そうやって出番を作ってくれて、2打席目が回ってきた、それをカーブ、なんか初球までぐしゃーってなって。落ちてと思ったらセンター前落ちて初ヒットって、でまあその夜 もう夕飯の時はもう全員そこから福岡移動だったんで、バスで食事して移動の時に、まあ、駒田さん岡崎さんっていう人たちの「デーブ座れ座れこうで食べろ」って、もう軽食取ってみんな出るみたいな「お前デーブさ」って「お前ほんと初球からすごいな」って駒田さんが言ってくる、岡崎さんも「お前すげえよなお前な、なんで打てんの初球から、俺には考えられないけどすごい、絶対この人はおかしな人たちだと思う」でまあ、そういうふうに本当まず藤田監督が試合使ってくれた、で原監督、まあ、原さんが当時原さんがすごいなってみんなの前で言ってくれた、たまたま結果が出た、でしかも最後熊野さんかなんか尾形だったかさよならの押し出しの見送ったんだ熊野さんかな、まあ、その人もその方も阪急から来てたんだけど、尾形かなんかホームインしてさよなら勝ちしたっていう、こっからがもう俺の今までの野球人生と真逆に行くっていう、どんどん人間不信になっていく一歩目でもあるんだけど、スタートを切らしてくれた、アウトになったらもう代打でアウトはもうライオンズはそのまま2軍ですから、それが2打席も立たせてくれたっていう、藤田監督また皆さんに感謝してるなっていう話を今日させてもらいました。こういう話どんどん入れてきますんで、ぜひまたチャンネル登録してもらってグッドボタン入れてもらって、皆さんで楽しくこういうのを放送させてもらいたいと思います。ありがとうございました。